はい、では今度は5つの方をやっていきたいと思います。5つの方は、ちょっと投げられるような感じがしないですね。不思議な方ですけれども、できる方法をやっていきたいと思います。まず1つ目ですが、この胸を押して、倒すようなんですが、まあ、普通にこう押していくとですね、まあ、いつまで経ってもこう倒れることはありません。で、相手が、下がるよりもですね、早くというかのには一緒になってついていくとダメですが、ここにですね波をこう当てていくようなイメージでですね、やっていただくと、倒れると思います。では、倒してみたいと思います。このようにですね、普通に押していくと相手はずっと立ったものですが、ここにですね波をこう当てていくとですね、相手は、来ると思っていたようよりも来るのでだんだんのけぞっていって、倒れてしまいます。これが5つの方の1つ目の原理です。よくわからん。ちょっと拍手がかかってますけど。これは難しいですね。これですね。これですか。はい。What?